はい、皆さんこんにちは、こんばんは、パフィーと申します。今日もモンスターハンターポータブルサード HD バージョンですね、こちらの方の続きをやっていきたいと思います。前回キークエストが終わって、最後の、星8ですかね、に向けて、緊急クエストが出たとこですね。緊急クエストの内容は、神王が2体っていう、なかなかの、クエストなんですけど、で、一応ですね、準備はしてたものがあって、で、一つは、これ、マギュレースは、なんですか、斧で使ってた分ですね。一応装備見ていきましょうか。マギュレース一式です。で、これに、砥石拘束つけてる感じですね。で、細かく内容を言うと、こんな感じですかね。これどうだっけな、いくつか足らないのがあったのかな。トータルで言うとこんな感じですね。回生のプラス2、集中、話なし、アイテム使用強化、砥石使用高速化。これだけついてますね。で、武器はですね、ちょっと悩んだんですけど、ハンマーでいこうかと思います。で、一応、氷属性のハンマーで、最大強化してるやつですね。一応これ、どちらかというと、自衛用に作ったんですけど、十分いけると思いますんで、あとは、もらわないようにっていう感じですかね。ちょっと気になるのが、防御力が、ちょっと低いんですよね。で、耐性はゼロなんで、悪くはないけど、強くはないっていう感じですね。雷耐性ですね。ちょっと怖いのは怖いですね。で、これでダメならガンランスか斧になるんですけど、斧は強化しきってないのでちょっと不安があるので、もしこれでダメならガンランス担いでいってみようかなと思います。時間かければどうにかなるんじゃないかな、ガンランスの硬さならって思ってますね。あんまりこう、そうネガティブなことは考えずに、とにかくチャレンジしてみましょう。一応ですね、回復とか罠とかも爆弾もちょっと持ってってみました。準備としては別にそんなとんでもない準備してるわけじゃないんですけど、そうですね、できることはやっておこうみたいな感じですかね。これちょっと思ったけどグレートを外そうで、代わりにそうですね、アイテム強化がついてるんでこれで時間を伸ばせると思うのでこれでいいでしょう。じゃあ、地獄のクエストに行きましょうか。よし。で、残念なことに猫さんもですね、今ちょうどニャンタークエストを出してて、一軍がいないんですよね。ただ、随分強くもなってきたので、このまま行こうかなと思います。もう、ここに行った、いたか。ああ、いたいた。オッケー。島のうちにドーピングしておきますか。くそ、向こうも。待て。ああ、鳥か。まずはあんまりこう変に狙いすぎずに、 OK 止めた。攻撃を当てていくことを重視しましょう。大丈夫か。おほ、多分ダメージっていうか一撃もらうとすごくもらえると思いますね。外した、いって、せーの、よいしょ。とにかくコツコツ当てていきましょう。えい、やっと。オッケー、いい感じですね。なんか見えないけど外したね。
け。ただまだ破壊はできない。せーの、ドン。無理はしない。なんだなんだ、ほい、はい、これはちょっと無理でしょうね。諦めましょう。なんと逃げるか。俺の解除方法がよく分かってないですね。私も。あんまり無理しすぎず行きましょう。 OK、 まだでも溶けてはない。ほい、はい、来てない。待って待って待って、ちょっとカメラ来てるね。やっぱりでかいぞどっちも。こいつはあのでかさ結構でっかいな、こいつ。よいしょ。あ、外した、まずい。やべやべ、なんてか当たらなかったってだけだけど。おいおい勘弁してくれよ。どっか行ってくれ。怖い。早くどっか行こう。え、お前がどっか行くの。うわー、よいしょ、はい、うー怖え。ていうか小屋し玉とはなんぞ。全然逃げる気配ないけど。今逃げるの。そうなの。そうかい。爆弾いつ使おう。困ったね。まあまあまあ、思ったほど大ダメージはもらってないのでよしとしましょう。グレート一つ飲みましょう。いいね、 OK、 よし。まあ、とにかく慌てず一体始末すればかなり楽にはなると思うので。結構当たるね。どうしてこれに意外と当たってないっていうね。うわー、うっさい。おい、そろそろ一回溶けてくんないかな。おっと怖い。うわー、よいしょ。うわー、やばかった今のは。溶けましたね。そしてなんか落ちた、拾いたい。あ、そしてバテで上がった。よし、いいね。まあ、これがやっぱハンマーのいいところですよね。逃げられた。ほい、ほい、よし、角破れましたよ。ほい、割と頭当たってるんですよね。よいしょ、いった。いや全然大丈夫。
待てるとゆっくりなんですけどね、意外と止まるわけじゃないんですよね。うわやられた。はい、置いて。いや、お前も来るのかよ。いやちょっと待て、大きいね。怖え。ちょっと待って、やめて。うわー、なんだかわからないよ。追いかけよう。よいしょよいしょ。怖い怖い、来てんね。よしよし、 OK。 やべえなこれ、やっぱりやばいクエストですね。ちょっと待てよ。へい、結構頭当たってんね。あー、うろうろするね。一度回復しておきたいな。ここだ。よしよ。ほいほいほい、よいしょ。やっぱりでも味方がいてくれるとタゲ取ってくれるのありがたいな。2体クエストだからちょっと遠慮気味の体力であってほしいなとは思ってるんですけどね。いいね。よし、腕が破れた。ダメだね。いいね。ナイス。これはあ、ないわ。そうだった、さすがに今回は持ってきてないんだ。うう、怖え。そろそろどうすか、粘り気味じゃないですか。うわー、まだでもこいつは比較的攻撃力は控えめな感じはしますね。でもおお、うわー、しまった、見てなかった。まあいいまあいい、ちょっと立て直しましょう。せっかく追い出してもらったんで、グレートのみで、ドーピングをして、砥石を使い、うん、でグレートをもう一個飲んでおきましょう。 OK で、弾が切れたかな、ペイント側ですね。おーいよ、いいよ。どうだろう、まあでもあんまり与えてるわけじゃないですからね。こいつもでもなんか十分大きい気はするんですけどね。よいしょ、追い越しちゃった。外れ。うさーい。うお。いやー、やっぱり強いね。そして嫌いだな、動きがさっぱり読めないや。
ヘイ、これも怖いんですよね。うわー、ダメか。よいしょ、ほい。暴れすぎなのよあんたは。離れる離れる。あー危なかった、今のは危なかったよ。当たらない、ほい。よっしゃ、しょいしょいしょい、えい、よし、ちょっと拾っちゃいましょうか。やってんね、くっそお前さんはよ。つぶっちょなんだよっ。離れましょう、これはしょうがない、危ない。うはっ、痛すぎ。まだ元気かな、10分か。そんなにでも全然ダメじゃないとは思うんですよね。ハンマーはやっぱ一撃は重いんで。ダメか、うわ届くね。よし、いや生唾飲んじゃいますね。どうすんの、よしよしよし、いいぞ。ならばならばならばよ、しびれ罠はこれ使えないんですよこの状態だと。なので、落とし穴にはめないとですね。どっかでチャンスないかな。逆に落ちろ。ああお前が来るのかよ、最低だよ。はまりやがった、よし勝った、よしよし。そしてやべえでっけえこいつちょっと待って、よしよし、いいぞいいぞいいぞ。ちょっと一回出ましょう、これ一発もらったら死ぬなこれ。よしよし、小さい方ですけどやっつけましたね。オッケーオッケー、ちょっと立て直します、こんなの真面目にやったらダメよ。で、グレートを飲む、グレートを飲む、そして調合する、回復薬と蜂蜜、オッケー。で薬草と青木、オッケー。で砥石を使い、オッケー、いいね。あとはそうだね、なんだっけ、ドーピング、飲んでで競争薬飲みましょう。競争薬もあの時間が伸びるんでですね、この装備だと。で回復薬グレートに合わせる前にペイントボールかな。 OK、 いきましょう。ほい、でかいね、ほんと大きいね。うおー届くのかよ嘘だろこれ、でかすぎだろ、大丈夫なのかこれ。もう勘弁してもらえます？
どうだっけ、今からか。来たよ、はい、地獄の始まりですわ。この3連続の、うわー、もうエリア全体じゃねえか、これ危なすぎる。ちょっと待て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 、ちょっともうめちゃめちゃチキってますけど、やばすぎるこれは。よし、まあでも15分か。まあ、考えようによってはあれですね、当てやすいとも言えなくはない。当たりやすくもあるけど、当てやすいとも言えるはずだ。 OK、 よし、さあ来いよ。何してんのかもう分かんないもの。そっち行くの。よく寝てるね。よし。いや、やばいね。本当に。これ、たまたまなのかな。これ、二等クエって大体結構、片方大きくて、片方ちっちゃいの多いですよね。よいしょ。せい。もうダメだ。いや、でも、ビビんな、ビビんな。思ったほど痛いわけではない。スタミナを奪おう。当たりやすいからってビビんな。せーの、ドン。もう一回。くそ、いいよバカ野郎。あー、ドン、はい、あー、ドン、はい、あー、ドンで終わり。オッケー。よりは避けたい、こいつ相手に。ちょっとオッケー、よしよし、復帰、オッケー。やべえやべえやべえ、なんだよカメラさん、自分でやったんだけど。はい、あー無駄な1回回復薬グレートだ。なんで変なの来たよ、お前はどいてろ。もう大暴れだよこいつ、怪獣じゃん。よいしょ、ダメか、怖いよ。待って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 、ちょっと待って、あれ ここではない、ちょっと待って、どっから逃げるんだ。待て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 、あっこうだ、あっちだ、やべやべ、なんだなんだ、やばい、怖い。いやーちょっとこれメンバーもまあ悪くはないんだけど、これやっぱあのエース級だとあのハンマー持たしてたんで、もうちょっとまあバテたら楽かって言われたらそんなに楽でもないか。まあまあそうですね、人のせいにしちゃいけないですね。よしよしよし、猫ちゃん頑張ろう。うん、まあまあこの手の緊急の1回目はこんなもんですね。もうほんと辛いだけですから。よし、先行はいらねえな、応急薬は欲しい。 OK、 まだ効果が続いてますね。思うとやっぱり結構大きいんですよね、このなんていうんですか、あの、あ、競争も切れたね。あのなんだっけ、アイテム強化だっけ、こう効果、あれなんだっけ、スキルの名前忘れちゃったけど。しかしでかい神王川やばいな。思い切りちきってますね。アイテム多すぎ、爆弾使っちゃいたいな。罠こそ持ってくるべきだったな。どっか使うチャンスないかな。はい、まあダメだ、硬直が入ってた。
誰が狙ってたのかがわからない、ね、はい、かわす。いや、恐ろしい。いいよ。よし。スタンとか取れたら。これにゃんこちゃんか。いいんですけどね。うわ、当たった。やっぱり大きいね。うわ、チーンってなった。ドン、はい。ドン。よいしょ。今なんか落ちてる。あっち行った。まあなんか、うん、上位素材が地味に手に入ってますけど。あ、いや、すいませんね、これ絶対時間かかりますね。もうカミカミだし、絶対にやってる。おえーだー。まあまあでも、ああバテたね。いいよ。ほいほい。いって、ちょっと使ってやろうかと思ってるんですけど、見ますか。よしよし、よくわかんないけど当たったぞ。爆弾置くのも早いんですね。いいね。いいね。頭はでもさすがに狙えないな。あ、でも1台破れましたね。はいはい、まだ大丈夫。いいね、焦らない。戻りましたね。これはあとどこ行くのさ。一歩がでかすぎて早い。どこ行くの。くそ、逃げられた。すごいね、こんな感じで移動するんだ。とりあえず慌てず小石を使いで、回復のターンで守りを固めで、あと競争薬も飲みましょうね。競争薬飲んどこうね。やっぱりちょっと今携帯食料と悩んだんですけど、飲んでいい気がする。うん、よし。ちょっとこっちが攻勢に出られたんじゃないでしょうか。もうバリバリだわ。お前さんはよう、ほうほうほう、おへへ、どこだ。はいはい、危ない危ない、外した。暴れん坊が過ぎるぞお前は。はい、
外れた。くそ、うまいことよく寄ってからに。うわー、いってー。うわー、死ぬな。今死なないでくれ。逃げよう、逃げよう、撤退撤退。危ない危ない。超チキン戦法で申し訳ないですけど、ちょっと応急薬飲みましょう。これ応急薬飲んで、応急薬飲んで。そうだよね、チンってなるよね、怖いよね。チキチ飲みましょう。よし、復活。よし、じゃあ行きましょう。いやー、こいつの帯電はやばすぎるよ。だってサイズおかしいもん、これ当たんないし、大きいのに。はい、かわせ。うわー、見えないもの。かわそう。はい、届かない。ひょっ、かわす。待って、かわす。けダメ、これ痛いよね。はい、いい。はい、もう一回さん。はい、オッケー。レシーバー、うん。はい、これ2回だから今薬を飲む。よし、暗いな。うっそ、なんだよ、点灯取ったけどダメか。来るね、これは。見たいとこだけど、雷やられかな。やられを回避して、おいしい。 OK、 大丈夫よ。よし、さあ構成だ。暴れすぎだろお前、止まりなさいよ、ずるっこじゃん。よし、解けた。くらえ。うほほ、空振り。まだ元気そうですね、強いな。置いて、飲んで、もうちょっときちんと対応できればここまでねっちょりやらなくてもいいとは思うんですけど、もう25分張りか。まあしょうがないな、これは。まあこれ装備云々の問題じゃないですね。装備は全然ある種の最適解に近いところにあると思いますね。そうじゃなくて、いやまあ防具はあれですけどね。うん、ダメか。よいしょ、私じゃない。いいよ、うん。はい、かわす、かわす。やらないよりマシ、ちょっとずつでも。
と危なかった。強いね。暗い。うほ、まずい。もう一回。よし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 。いいぞいいぞ、かわせてるよ。あー、当たるか。怖えよ怖えよ怖え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 。ナイス。よくわかんないけど、なんか抜けてんな。あー痛い。死ぬ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 。あーやめて。23生きてる。やめて。2、あーよけれねー、無理だよ。ちょっと待って、こんな強いの陣王がって。30分張りか。まあまあ飛躍は持ってるんで大丈夫ですよ。時間かかっても絶対いけるはず。立て直し、焦らない焦らない、冷静にいきましょう。まだしびれ罠とはいえトラップもありますしね。よし、みんな復活。よし頑張ろう。まあ、これさえ超えればですね、いやまあこうやって超えたからって言ってなんかすごいものが出ることはないんですけど。はあ怖いねー、やばすぎだろう。医薬を飲んでご飯を食べ、よし行きましょう。いや、やべえやつですね。しかしそれにしても本当にやべえやつだ。結構そうですね、ちょうどタイムリーな頃に遊んでる頃は何ですかね、若い子って言ったら変ですけど、子供とかは割とあれだったんですよね。ジオウが結構倒しててすごいなーっていつも思ってたんですけど、あ間違えた、ちょっと飲んじゃった。あ、いや、6番だね。そんなに簡単に倒せるのかな。めちゃめちゃ苦手なんですけど。まあまあまあ、でも今回いけるでしょう。これでもう一回やられると一気に。あーうるさい。こいつの方向は結構範囲広いですね。逃げるのか。そしてまだまだ元気そうですね。今思ったけど競争薬使いましょう。残り一気になってやっぱ焦っていろんなものを使い出すと大体ろくなことにはならないので、使い切るぐらいの気持ちでいきましょうね。まあ、そのために準備しましたしね。グレート、オッケー、行きましょう。まあでも半分は削ってるんじゃないですかね、言っても。まっか。でね。よし、やったよ。やったよお父さんっていうぐらいやりましたよ。ちょっと怖えよ。はい、オッケー。ドン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 、ゴリャーからのドン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 、かわす。ちょっと拾いたいけど、よし逃げた。よく寝てんねあいつは。いや、そうしたら今ちょうどもうあれじゃないので、もう勝ちましたよこれ。しびれ穴が使えます。OK。
で勝ったな第3部間っていうやつですね。寝るのかい、まあ、起きるのかい。そうか、あいつどけ。危ないな、まさか虫に邪魔されるとは。お前はよう硬いんですよね、虫が。生意気なことに。いやーお疲れ様でした。まあなんとかひどい時間かかりましたけど、40分ですか。はあ、いやーこのサイズはやばいって。どうだろう、何が相性いいのかな。まあ何がっていうことはないんでしょうけど、立ち回りがやっぱりまあきちんとしてないのが原因ですよね、なんだかんだで。あの慣れてくるとやっぱりこの攻撃の時にはこっちに避けようとかですね、この辺りに入ろうかなっていうのが大体こう思うんですけど、今もうとにかく なんか横とかそんな感じですよね。でもこう結構こう測ったようにそこにぶち当てられたりするのってやっぱよくできたゲームですよね。よし、じゃあ、送りましょうね。激鱗ゲットです。宝殿閣めちゃくちゃ使ってたような気がしますね。まあ、ちなみにですけど、これどうなんだっけ、いないのか。あ、トライ G では出たと思うんですけど、あの海のあのラギアクルスか、トライで出てきたあいつが、まあの代わりにこいつ出たような感じだったんですけどね。あのちなみにラギアクルスも苦手ですね。あの陸上ならそうでもないですけど、水中のラギアクルスはボコボコにやられてましたね。よし、ハンターランク6、 OK、 最大そらそうでしょう、でかすぎるもん。あ、最小だったんだ。最初は金冠じゃないのね。はあ、すっごい手汗です。っていうか、こんな時間にやってるんだっていうぐらいですごいひどい時間だったんですけど、気になってですね、ちょっとやっておきたいなと思って始めちゃいましたけど。はあ、よし、赤文字に変わりました。最大ランクですね。しまいましょう。まあ、ジンオーガの武器も防具も結構強いんで、やっぱり欲しいですけどね。俺の連戦はきついな。まあでも体力はやっぱ少なめなんでしょうね。かなりあのビビって攻撃してましたけど、よいしょ、1体も多分いるのはいるんでしょう。おお、出ましたね、ジョージョーも出ますね、やっぱいますね。うん、これでまあイベントクエストも全てのあのクエストは受けれるようにはなったので、イベクエとかでもいい武器もあるんですけどね、ちょっと作るの大変なんですけどね。お、なんかドリンククエスト増えてますね。ドリンククエストとかもまたそろそろちょっと片付けときたいですね。これあれじゃないかな、あの激運になるやつじゃないかな、招き猫の。これまたよかったらあのやりたいですね。あとベリオアッシュか、性相性的にはあれかな、雷とかなのかな。うん、この辺り多分貝なんですよね。だからまあこの辺りはもうそろそろやっつけとかないと。うん、よしよし、なんかくれる今。もうチケットはもういらないかな、正直もう十分だよ。もらって嬉しいのは本当回の最後ぐらいですね。いやまあ贅沢ばっかり言っちゃいけないんですけど、よいしょよいしょ。まあちょっと今からまた別のクエストをやるとどうしても時間かかっちゃうんで、今日はここまでにしましょう。すいませんね、本当あのいつもあの時間かかっちゃって申し訳ないんですけど、まあなんとかなんだかんだでこんなにこうもともと上手でもない人でこれだけブランクがあっても意外といけるもんですね。もうちょっと大変なことになるかと思いましたけど、
まあ、どうにかこうにかですけど、なんとか最終ランクまで持ってきましたね。ここからはキークエストをクリアすると一旦あれかな、またジエンモーランが出るんじゃないかな、だったと思うんですけどね。まあ、ここはここに出てる以上にたくさんクエストが実は隠れてて、まあ、金銀レウスとかですね、その辺りも出てくるはずなので、またその辺りも条件確認してコツコツ進めていきたいと思いますね。一応ですね、これ思ってるのは、まあ、ジエンモーランとかじゃなくて、あれまではやりたいなと思ってるんですよ。なんだっけ、まだ名前言わない方がいいかな。一応こういうのやつですね。まあ、ちらっとオープニングで見えてた飛竜なんですけど、まあ、ここがこんなドタバタおかしくなった原因でもあるんですけど、まあそれを倒せれば終わりかなとは思ってるんですけどね。まあ、もしかしたらまあそこまで行くまでに もう無理とかなるかもしれませんけど、まあ どうにかなるでしょう。コツコツ装備整えていけばきっと大丈夫とは思うんですけどね。でまあいわゆるこう最後のなんていうんですか、他のシリーズでいう、まあ、最終的なやつはあそこはどうするかはちょっとあんまり考えてないですね。確か条件めちゃくちゃ厳しいはずなので、まあ、そうですね、まあ一応最後はそっちの方かなとは思っています、今のところですね。まあいずれにしてもまだまだですね、最終ランク来たからもうちょっとですねっていうのではなくて、まあ言ってしまえばここからが本番でしょっていう感じでもありますんで、まあ、ここから本当さらにまた装備を整えていく必要はあると思いますね。まあ、また今までと同じ装備を作っていくんでしょうけど、はい、まあそんなとこでちょっと話が脱線しちゃいましたけど、まあ、なんとか無事に赤文字に変わりましたし、そして次元1にもこれレベル上がったんだろうな、最終レベルまで来て赤じゃないかな。うん、まあ本当どうにか頑張ってやった甲斐がありました。はい、では、また次回ですね、まあ、キークエもそうなんですけど、まあもうこの辺りからもうキークエ運動を気にするよりはもう装備整えたりとかも、まあよかったら動画で撮っていきたいかなとも思うんで、またよかったらですね、そんな感じですけど、まあどっちかというとこうゲームを進めるぜっていう感じっていうよりは、まあプレイを楽しんでるっていう感じで遊びたいかなと思ってます。はい、ではよかったらまた次回遊びに来てもらえるととっても嬉しいです。では今日のところはこれで失礼します。皆さん本当長時間いつもありがとうございます。はい、ではまたお会いしましょうね。はい、ではさようなら、バイバイ。